バク転やバク宙は運動神経が良くないとできないんでしょうか。ああ、もう全然そんなことないです。あの神業とかじゃないんで、あの運動神経が最低限通っていれば、あの草むらベースで考えてロンダートバク転宙返り1回ひねりぐらいまではできると思います。体が硬いと無理？できるかできないかで言ったらできます。で、特にバク宙に関しては柔軟性の影響はね、限りなく少ないです。あの全然硬くても余裕でできますっていう感じですね。で、バク転に関してなんですけど、バク転はやっぱり柔らかい方が有利で、あの質、バク転の質に関係はしますね。見た目の美しさとかね。で、あとは、まあ、成功率にも関わるんですけど、一応まあ柔らかい方が早く手つけて、まあ確率が上がると。ただじゃあ硬かったらそんな絶望するほど確率が下がってなんか微妙なのって言われると、そうではなくって、まあ、普通に硬いだけだったら全然あの成功する見込み余裕でありますね。硬くてもね。ただじゃあ例えばね、腕がねこれしか上がらないとか、もう体がねこれぐらいしか反れないって言うんだったら、いやそれはさすがにきついんですけど、まあ、そんなんでなければ全然硬くてもあのチャンス希望ありますね。で、どちらかというと柔軟性よりかは筋肉の方が大事ですね。体幹とか、あとは自分のね体重を体を支える腕の筋肉とか、まあ特に肩ですね。肩でこうグッて耐えるっていう筋肉がどちらかというとまあ必要かと思いますね。じゃあ筋肉ムキムキじゃないと無理？もうゴリゴリの筋肉マッチョじゃないとできないのかって言われると、そうではなくって、もちろん筋肉があった方が有利なんだけど、まあバク転した後自分で支えないといけないですよね、衝撃が来るから。で、その衝撃に対して肘が曲がっても耐えられるだけの、まあ、体の強さだったりとか、自分の体重をその衝撃を支える腕の力が最低限あれば、まあ、できるよねっていう、そういうことですね。で、それよりもっと大事なのがやっぱり技術なんですよ。もう技術の面ってめちゃくちゃでかいから、まあ、当たり前なんですけど、上手ければ上手いほどやっぱり無駄な余計な筋肉を使わなくて済むから、まあ、コスパよくできるし、その勢いつける時とかも、まあ、上手いことねやればタイミング合わせたりとかすれば、まあ、あの本当簡単な物理かなって思うんですけど、その大きいパワー得られるし、あとは自分のね体重支える時とかも、その手つく時の構造姿勢によって、まあ、例えばこれで耐えようと思ったらきついですよね、こんな感じで耐えようと思ったらすごいきついけど、こうだったら楽だよねみたいな感じで、その構造的にね耐えられる姿勢っていうのがあるから、そこに持っていければそんなに筋肉なくてもね耐える力なくてもできるよねっていう話で、そこでその構造的に辛い姿勢を取ってしまった時に筋肉があれば耐えられるから、そこで成功率上がってくるよねみたいな認識ですかね。筋肉って一日じゃつかないから、この練習をその日のうちに練習を積み重ねていって、さっき耐えられなかったのに耐えられるようになったっていうのが本当まさにそれですね。その時に結構実感しますね。大人でもできる？その柔軟性があんまりなくてもね、で筋肉がそこまでゴリゴリマッチョじゃなくてもできるよねっていう話をしたんですけど、あのね事実体操の経験者ではあるんですけど、今ね60過ぎた人がその体操用のねちょっと跳ねる床なんですけど、そこで普通にバク転できますからね今ね。じゃあその人なんか普段何してんのって言ったら、普通になんかコーチとかなんか体を動かす系のねスポーツ系の仕事ではないのに、まあできるわけですよ。ね、いくらね経験者だったといえども、その何十年も経ってて、まあ、明らかに体硬くなってるでしょうし、筋肉もね60過ぎたら結構衰えてると思うんですけど、それでもできるんですよ。やってる人がいるっていう事実があるから、もう20代30代とかも可能性しかないと思いますけどね。あと40代50代とかも、その60より手前の人たちはやっぱりその事例を踏まえると、まあいけるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。なので結構ね練習すれば誰でもいけるっていう話と、あとはね場所を限定しなければもっともっと可能性広がると思います。あの例えばそのコンクリートでやるとか、そういうふうに場所を限定しない、跳ねる床の上とかトランポリンの上でやるっていうふうに、まあ、限定をしなければもっともっと可能性広がるし、あとは普通はねバク転したいってやるって言ったら補助なしをね想像するかと思うんですけど、補助あってもいいよと、あの体験できればいいよっていう人であれば、
あのいくらでもね、そのやるためのアイテムとトランポリンの上とかこう補助してもらうとかやりようはいくらでもあるので、補助あり体験するだけでいいって言うんだったら結構100歳とかでもいけるんじゃないかなって思います。あの最終兵器ね、あのロージェっていう、こう誰かがね紐を引っ張ってね、この なんですかね、あ、安全ベルトみたいなのをして紐を引っ張ってそうやるっていう、もう最強の補助器具があるんで、それ使えばもうマジで100歳とかでもできると思います。できたらモテる？幻想です。でも人気者にはなれると思います、特に男子。どっち怖い？人によります。どっち簡単？これも人によります。どっちから練習した方がいい？どっちでも。練習しやすさもどっちもどっちだと思います。ただしバク転とバク宙は別物なんだよっていう認識を持って、まあ、練習していくことがすっごい大事だと思います。まあ実際ね、感覚も別物なんですけど、結構バク宙ってバク転の上位互換なんでしょっていうふうに思ってて、バク転高く練習して高くやって練習していけばいいんでしょって思ってる人がいるんですけど、これねなかなかね危険なんですよ。あのね、バク転とバク宙の感覚が融合してバグる可能性が出てくるんですよ。例えばバク転を習得しましたと、じゃあ次はバク宙を習得だっていうことで、そのバク宙を、あのバク転をね高くしていくやり方で練習してる人はどうなるかっていうと、そのバク宙を練習してる最中にバク宙ばっかりやってたらバク転の感覚がなくなってしまうと、この下手くそになってしまうから、まあ、復習した方がいいよなと、あるいはバク宙が習得できましたっていうことで、じゃあ次はバク転からバク宙をつなげるぞっていうことでバク転やったりとかしますよね。そうすると、 あれ上にしか飛べないぞと、この後ろに行けないぞ、絡まっちゃうぞっていう事件が結構起こりうるんですよ。これあの起こらない人もいるんですけど、バグんない人もいるんですけど、結構な確率でこれ起こるんですよ。だからバク転とバク宙はあの別門っていう風に考えて練習していて、それぞれの別なやり方がありますから、そのバク転を高くしてやっていくバク宙は危険なんじゃないのっていう、そういう話ですね。で、心身バク宙っていう今言ったようなやり方のバク転バク宙なねやり方でやるやり方もあるんですけど、これに手出すのはちゃんとバク転とバク宙を使い分けられるようになって、感覚を分離できるようになってからやった方がいいです。じゃないと感覚バグるんで。1日でできる？どんぐらいでできる？これはね、ちょこちょこね、これね、見聞きするんですけど、めちゃくちゃ難しい質問ですね。あの、なんせ個人差がでかい。あのね、バク転どうやったらできるんですかとかね、やり方教えてくださいとか言われるんですけど、その質問と同じぐらい難しい。あのね、そう聞かれたら、あの、後ろに飛んでジャンプしてブリッジなんですよって僕は答えるんですけど、そのぐらいね、ふわっとしてて、あの、その人のステータスもわからないし、運動能力とかもわかんないし、いろいろわからないから、それがわかってからじゃないとアドバイスができないんですよ。どこの部分ができるのかできないかとか。だから、そんぐらい難しいです。で、個人差なんですけど、あの、バク転をする上で必要な体幹をそもそもね、持ってんのかっていう問題もあるし、ま、あの、ある程度は最低限は必要なわけだから、その必要最低限はまず持ってんのっていうところ。で、これなかったらまずこっから始まるわけですよ。で、そもそも体を動かす習慣あんのっていう、これに関してはやっぱ社会人が不利なんですよね。運動、学生と違って運動とか体を動かす習慣があんまりなかったら、まあ、これ不利だよねって、ないんだったら、まあ、ちょっとハンデになるよねっていう。で、その年齢に関してはもちろんあるんですけど、じゃあ例えばあの20代なんだけど、もう全然体を動かさない引きこもりニートみたいな20代と、あの3、40代なんだけど体を動かしまくってて鍛えまくってる3、40代がいたら、こっちの方がワンチャン可能性あるわけですよ。だからもう本当状況によって様々だから、ちょっとわからんのですよね。で、それらをまとめると、バク転バク宙をするだけのまず体があるのかっていう、体の強さがあるのかっていうのと、あとセンスですね。で、このセンスに関してはもう本当にね、もうその天才的なセンスは別に必要ないんだけど、あのね、やってみないとわからないんですよ。こうね、練習のね、最初の段階はこうなんだけど、いきなりこうガーンって右肩上がりでね、開花するというか上手くなるパターンもあるから、これに関してはもうちょっとやってみないとわかんないですね。なので最終的に出る答えとしては、最短1日で、多く見積もっても1年ぐらいでできんじゃねっていう感じですかね。バク転曲がるの直すには、この悩みね、抱えてる人結構多いんじゃないかなって思うんですよね。で、特にマカコから入っていった人、斜めからこう派生してやっていった人はこれにね、陥りがちなんじゃないかなって思います。で、まずあの前提として、バク転ぐらいの一瞬のこの滞空時間で空中に浮いてる状態でこう曲がるってね、なかなか考えにくいんですよね。っていうことは、もう
ジャンプの瞬間足が地面についてる時に曲がるんですよ。本当にこうギリギリまでまっすぐ、ギリギリまでまっすぐなんだけど、ジャンプの足が離れる瞬間にこう曲がるとかね。でその原因を癖と、まあ、恐怖心の2択ぐらいに分けてて、で癖だとしたらそれを直すためにはじゃあそのバク転を準備しますよね。でその時にこの手と手の間にその目標物、縦長のものがいいかな、何でもいいんですけど、こう間に挟めるんですよ、手の間にね。で 1,2,3 でギリッギリまで挟んでおきます。ここにねギリッギリまで挟んで挟んで挟んでギリッギリまで、それ見ておきます、見ておきます。でギリギリまでこのね手と手の間に意識的に挟むことによってこうまっすぐね、まっすぐの時間を長くして癖を矯正していきましょうっていう方法を、まあなんかその曲がってる人にアドバイスしたりとかしますね。で2つ目の恐怖心なんですけど、これね結構癖だと思ってる人もよくよく考えていったら恐怖心に当てはまるパターンがね多いんじゃないかと個人的には思ってます。だからあの10人癖でなっち曲がっちゃってんだよね、別に怖くないよ、癖でね曲がっちゃってると思うんだよねっていう人の話を聞いて状況を見たら、半分以上はね多分怖がってんじゃねって思うんですよ。あの曲がる時ってこう曲がりますよね。でこの斜めに入るのをなんで曲がっちゃうんだろうっていうのを考えたことがあったんですよ。で多分怖いからなんじゃないかなって、怖いから早く床を確認しに行きたいんじゃないかなって思ったことがあったんですよ。だからすぐ見たいっていうことでこう斜めに入っちゃう。でこれが縦になればなるほど、縦が一番いいんだけど、このまっすぐのラインが一番床見えない時間が長いわけですよ。こうやってまだかなまだかなまだかなっていう時間が長いんですよ。でそれが怖い。だからバク転ジャンプするときに逃げるようにしてこう斜めに入り、体をねじり、早く床を確認したいよっていうことで曲がっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。このパターンはね結構あるんじゃないのかなっていうふうに思います。で別に怖くないよ、そんなことないよって思ってる人でも無意識的にやっぱりその怪我を回避する、怖さを回避するっていうことで逃げてる可能性あるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で特にその指が刺さるっていうところもあるのかなっていう、そういう怖さとか逃げもあるのかなと思ってて、横に入るとそんなにこうあんまりこう縦に刺さるっていうことはないんですけど、縦に入ると指がこう行くじゃないですか、こうやってね。それで指がデンって刺さるのも恐れて、まあ逃げてる、体ねじってるのかなっていうのもあるかなと思ってます。じゃあどうすりゃいいのっていうところで、やっぱり一人でその床の上とか芝の上でできるようになったとしても、曲がってるうちは曲がりを矯正したいんであれば、自分が安心できるところ、恐怖心をまあできるだけゼロにして安心できるような、ふかふかなねエバーマットの上とか、そういう安全な場所で練習して、まあ心置きなくこうまっすぐねビョンってジャンプできるようなところで練習するのが、まあ修正に近づいていくのかなっていうふうに思います。ということで、ありそうな質問をまとめてみたんですけど、よかったら参考にしてみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。以上、村戸でした。